スお送りしています。さあ続いては保土ヶ谷球場の試合です。今日の注目カード第1試合、第1シード横浜対第3シード東海大相模、最後まで目が離せないすごい試合となりました。試合前の雨の影響でプレーボール時間が44分遅れた注目のカード、強豪同士の対戦は横浜が先手を取ります。1回表、2つのフォアボールでワンアウト1塁2塁の場面で打席には4番小田。打球は右に切れるか、フェアフェア、ライト線の長打。まずはセカンドから松本がホームイン、先制のツーベース。勢いに乗る横浜打線はさらに満塁としたところで今大会初スタメンの6番高山。レフトセンター間、大きな当たりです。抜けました。筒香がまずゆっくりホームイン。小田もホームイン。1年の近藤も帰ってきました。横浜打線は1回に4点を奪うとその後も5回までに11安打で12点を挙げる猛攻。東海大相模を相手に大量リード。注目カードはまさかのコールド決着かと思われましたが、5回の土壇場に東海打線が意地を見せます。代打竹内の2点タイムリーで10点差。そしてコールド負けを逃れるためにはあと1点。打席には代打須藤。ライトに大きな当たりです。伸びてる伸びてる伸びてるよ。点差は9点になりました。その後も東海大相模は一度は決まりかけた試合の流れを2度目の雨での中断を再び手繰り寄せます。6回ノーアウト満塁で6番中野のバッティングがスタンドを沸かせます。風はどうか、フェアかファウルか、満塁ホームラン。一時は12点まで広がった点差を3点差まで縮めた東海大相模、奇跡の大逆転を期待されましたがあと一歩及ばず、優勝候補横浜の前で涙を流しました。東海大相模の門馬監督、ヒットの数が横浜と同じだっただけに与えてしまった四死球が痛かったと目を真っ赤にしながら振り返っていました。ただ前半5回途中まで12対0ヒット1本だったことを考えれば結果は負けたが、3年生の意地と執念は感じられた試合だったと選手たちの健闘を称えていました。最後まで諦めずに戦い抜いたその意地、新チームもしっかりと受け継いでまたさらに強くなった東海大相模をぜひ見せてください。続いては第2試合です。第2シード横浜隼人対初めて5回戦に進んだ戸塚です。初回、戸塚はツーアウトながら2塁と先制のチャンスに4番高橋が